SMSSJ31300.36 から67839.3は地球から約6000光年の距離の銀河系内に存在する恒星である。SM0313 と略される。年齢は約136億歳で宇宙で最も古い基地の恒星の一つである。この恒星の鉄の存在量の上限は太陽の鉄の存在量と比べて1000万分の1。 以下であり、極初期の構成に由来するガス雲からできた種族2の構成であることを示している。また、SMSSJ31300.36 から67839.3は、鉄と比べて炭素の量が多く、1000倍以上の量がある。ビッグバンでも見られる水素を別とすれば、この構成は低エネルギーの超新星爆発で形成される炭素、マグネシウム。 カルシウムを含む、吸収船からはメチリジンも検出された。酸素や窒素は検出されなかった。この構成はオーストラリア国立大学の天文学者のチームによって発見された。この発見は2014年2月9日のネイチャーで報告され、第1世代の構成の超新星爆発は以前考えられていたよりも強力ではなかった可能性が示唆された。 この発見はサイリングスプリング天文台に設置された完全自動化の天体望遠鏡スカイマッパーによって可能となった。ありがとうございます。